はい、どうも、ハクシャルデザインの古川です。今日はですね、このマッサージガンを使った足の整え方について皆さんと一緒にやっていきたいと思います。いいですか？マッサージガン用意してくださいね。いきなり始めずに、まず今の足の状況っていうのを確認しましょう。これすごく大事なことですからね。一手間一緒に付き合ってくださいね。足幅肩幅に開いていただいて、まず地面と足がきれいにくっついてるかどうか見たいんです。これ私の右足だと思ってくださいね。はい、足ってね、3つの点で立ってるんですよ。かかとね、それから親指の付け根の母指球、小指の付け根の小指球、この3点でしっかり地面を捉えられてるかどうか。結構ね、小指側が気迫になってたりするんですよね。またね、人によっては指、5本の指、ね、これが地面についてない人もいますよ。多いのは左の足で、小指側3本がピッと浮いちゃってたりしますね。そんなところですね、一つ目をつぶって地面との突き具合はどうかなって確認していただきたいんです。それができたら今度は足首の動きが滑らかであるかどうか。ここがきれいに動いてないと膝や股関節、腰に無理がかかってくるんですよ。さあ、しゃがんで立ってとね。これも一つ確認したら早速手を入れていきましょう。強さはね、お好みで結構です。で、足の裏なんかは強い部分なんでね、刺激は強めで大丈夫ですよ。足を組んでいただいて、人差し指からですね、つるーっとかかとに向けて撫でていく。で、このラインとこのすねのラインがぶつかる、重なるこの交点あたりに当てていただきたい。少し動かしていただいて、一番気持ちいいところを探してください。で、その気持ちいいところを見つけたらですね、ループしていただきたいんですよ。10回ぐらいね。5の6の7の8の9の10です。で、一息ついて、今度は薬指ですね。薬指からツーッと撫でてかかとに向けたライン、それとすねの前縁から下ろしてきたラインの交点にマッサージガンを当ててください。これもね、ちょこっと動かしてこう探っていくと、あ、気持ちいいのがあったってなるんですよね。で、そこでもやっぱりグーパーしていただきたいんです。3の4の5の6の、もちろん指動かすのがしんどいわっていう人は楽に当てとくだけでいいですよ、ね。はい、じゃあ今度はよいしょ、足の甲側を軽く握ってください。こういう感じ、少しアーチができますよね、横のね。そしたらこの中足の手前のくぼみにスルッと引っ掛けて、そこからグーパーです。4の5の6の7の8の9の10とですね。はい、この3点が終わったらですね、ちょっと強さを和らげてあげて、今度はね、ここのくるぶしの裏側、アキレス腱とくるぶしの間のくぼみに当てていきます。ちょうどね、ここにくぼみ見えますかね。上から撫でてくるとスポッと止まるところがあるんですよ。どこに当たるのかっていうと、かかとの骨の上のへりになります。ここにもね、足首のズレっていうのを補正するためのね、センサーがあるんですよ。脂肪体にある圧重ですね。しばらく当てていきましょう。ああ、ここ気持ちいいなーってところを見つけたらですね、その感触、心地よさが少し落ち着いてくるまで、離れてくるまで待ちましょう。さて、今度は反対側です。足をついていただいて、今度は同じことなんですけど、外くるぶしとアキレス腱の間、ここのくぼみを上から下に撫でていきます。この辺はね、腰痛の治療でもよく使うところです、ね。特に外側なんかはね、ダイレクトに腰痛治療に使えますね。右は外側が多いです。左はね、内側に反応出てることが多いですね。で、膝が痛いとかっていう方もですね、足だったり足首がうまいこと動いてないせいで膝に横ぶれが出てたりするんですよね。そのせいで痛くなってる。だからそういうケースでは膝を治すことも大事なんだけど、足首の可動性というものを取り戻すっていうのもとても大事なことになります。はい、いいでしょう。これだけですね。さあ、立っていただいて足のつき具合を比べてください。もう右と左で相当変わっちゃってるでしょ。右は母指球、小指球、かかとね、
そこが3点しっかりくっついてるはずです。で、5本の指もね、しっかり地面に降りてるはずですよ。ちょっと反対側が気になると思います。そしたらですね、もう1回この動画最初に戻して反対側の足も手を入れてあげてください。もちろんしゃがんで立ってみると、もう膝も股関節もスルッと動いてるのを確認できるはずです。腰が痛かった人はですね、腰の痛みっていうのも確認してみてください。まあ多くのケースで和らいでるはずですね。肩が痛いと反対上げてみてください。反対側の肩の動きがスルッと大きくなってるはずですよ。ね、こっちの肩痛いんだよねって思ってたら、反対側の足からケアを始めるっていうのをおすすめですね。はい、ということで、今回の動画が役に立ったよ、面白かったよっていう方は、グッドボタンと、まだ登録されてない方はですね、ご登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。